始まりました。はい、橋本里奈です。橋本さん、はい、今回の企画なんですけど、はい、ちょっと橋本さんがずっとやりたいって言ってた、サウナ企画があるじゃないですか。はい、ちょっと再生数が順調すぎて、うん、サウナ動画にコメント返ししてみたです。そんな深刻そうに言うことじゃない。コメント130個来てます。あ、すごいですね。普通にスピのレベル高すぎてビビる。サウナ企画こっちまで整った気分になれるんで、ぜひシリーズ化お願いします。怪物さんから来てますね。まあ今までね、ちょっとエッチなやつにフューチャーしてましたけど、いいねしちゃっていいんですか。エッチじゃないですけど。どうぞ。いいね。スタッフが熱がってんの面白かったので非常に笑いましたって来てますよ。マジできついって言ってください。マジできついらしい。はい、よし、返しました。この企画定期的にお願いします。スッピンで可愛かったらレギュラー企画でお願いします。待ってました。あ、スッピン可愛い、めっちゃ多いです。嬉しいですね。最高の動画です。本当にスッピン？え、知ってるでしょ。朝迎えに来た時点で、うん、びっくりするぐらい寝起きで降りてくるの。バカ寝起きやん。さすがにこれは HG で最高って来てます。あ、すぐ言いにしてください。浅川さん。浅川さん、いいねしときました。はい、サウナ企画またやってほしいです。かわいいです。今までで一番いい企画だったね。いいねしときますか。すごいバスト、一生ついていきます。はい、いいねいっぱいしてください。いいねして、グッドボタンも押して、はい、ヨロピヨロピって返してきましたね。ヨロピで、うん、はい、それはスタッフ羨ましすぎ。これに返しておきますわ。はい、なんて返すんですか。だいぶ熱いで。カメラマンさん、この状況で元の感情どうなんやろ。俺なら体が勝手に反応してしまうレベル。最高です。何の反応もしてません。何の反応もしてませんとのことです。そこで僕反応してたらやばくないですか。カメラ持って気まずいて気まずい気まずい。顔面偏差値高すぎ、これ無料でしちゃうし。あ、そうなんですよ。これ無料で見ていいのっていうのは確かにツイッターとかでも来てて、はいはい、いや無料で見ていいねんけど、無料で見せてるものやし、やねんけど、やっぱこれでDVD とか写真集の売り上げが落ちるっていうのは心配。まあそうですね、正直。いや、 YouTube 見た人は DVD も買ってもらってってことですよね、うんうん、見て、あ、実際会ってみたいなと思ってイベントに足を運んでくれるまでがファンな気はしますね、うん、ね、橋本さんそんな悪い人ちゃうし。いや、めちゃくちゃええやつやん。歯が白くて綺麗、何か気にされてるんですか。ホワイトニングしてるよ。ちゃんとコメント返ししてる。麻布十番って港区でしたっけ。やはり港区の岡田さんと来るしか。岡田さんいいっすか。じゃあまた岡田さん。岡田さんってサウナ行けんのか。ほんまイメージないですね。エロすぎって書き込もうと思ったけど、本人が仮にこの米を見て言われ慣れすぎて何とも思わんだろうな、うん、まあ書き込むけどって書いてる人いますね、うん、嬉しいよって書いてきますね。やっぱエロすぎとかよく言われるんですか。まあもう言われすぎて確かに慣れてますね。あ、寒ないぐらいの感じですかね。あ、エロないみたいな。はい、まず1個目のサウナ企画あれ、はい、なんかポツポツとコメント返させていただきます。2個目いきますね。こちら115件コメント来ております。ノーメイクで可愛い、マジ神、第3弾も楽しみにしてます。県外のサウナとかも紹介してほしいって来てるんで、今後は県外も行くよー。動画投稿ありがとうございます。早速サウナ第2弾ありがとうございます。やっぱり橋本里奈さんいいですね。まだまだサウナはたくさん
橋本さんいいですね。まだまだサウナたくさんあると思うので第3弾もよろしくお願いします。青のビキニが最高でした。すごい長いコメント。再生数が多くてすごい。さすが芸能人だから。登録者数200万人ももうすぐ。すごい人気誰と間違ってろ。どれと何とどれが間違ってろ200万人ほど遠いで恋人悲しい。誰と間違えたんやろうね。そちらは勝手に整ってるかもだけど、こっちはもうダラダラよって書いてある。あれどういうことって書いてある。ダラダラとめっちゃいい匂いしそう。あ、すごいですね。クモさんって人がめっちゃいい匂いしそうって書いてて、それに対してリョウケイさんがココナッツの匂いするよって。この人は何を知ってる何を知ってるんやろ。来たことあるのかな、イベント。あ、かもしれないですね。ココナッツの匂い正解って書いてあるよこちらのコメントも見ていきます。サウナ企画待ってました。サウナ企画リナさんも楽しそうでまたやってほしい。すっぴんかわいすぎ、サウナ行きたくなるな。これがメインの企画になってくると嬉しいです。サウナ企画何度も見に来ていろいろ整わせてもらってます。エチエチだね返しておきますね、うん、なんでそんな笑顔かわいいねん、尊いな。チャンネル登録しました。これほどいい女はおらんなって。ありがとう。反転大佐がやってくれてますね癖名前ウィンウィン以上にいい回やな。施設の中がしっかり分かるのでありがたい企画です。だからそういう目線の人もやっぱいてくれて嬉しいですね。エチエチなだけじゃなくてどういうサウナか見たくてっていうのはね。水着姿も好きだけど私服姿が好きなんだな。着てますよ私服。すぐカットされるからやめて、そのアンチの方と結束するみたいなやめて。でもあのコメントでもあったように、うん、サウナ企画をメインにいっぱいって言われるんですけど、ちょっと効率上何本も取れないっていうのが難点なんですよ、うん、あのね、しかも朝一サウナ行って、まあ、朝出品でもう寝起きで行けるんですよ。だから私的にはいいんですけど、その開店前とかに行くんで朝がゲロ早いで、撮り終わってふーっと思って時計見たら、え10時とかなる。そうですね、今日なんて9時とかでしたもんね。1本目終わった、ね、はい、1本目は9時です。だからやっぱり1日が結構長い日。そうですね、っていうのはありますか。まあいいことですよね、うん、いいことですね。でも全国のね、そういう銭湯さんとかサウナさんのご協力いただけたら、うん、本当にサウナ映像師になるかもしれないですね。マジ？はい。おお、エドエさん行ってみたいって来てますね。行ってみてねって返してきます。橋本里奈、ほんまプロの体しとるわ。ブレピオ。何なんそれ？軽い。里奈が返してる感がちゃんとあるでしょ。まあそうですね。北海道。お。旭川。お。OMO7 OMO7、うん、のサウナ行ってみてください。水風呂がプールです。へぇ、行きたい、連れてっていいな。北海道ロケ最高やん。ジンギスカン食べてめっちゃジンギスカン臭なって、でサウナで夜パフェ。知ってますか夜パフェって。なんすか。なんか夜にパフェ食べるっていうのが北海道でなんか流行ってるのかなんかで、夜遅くにパフェとか屋さんがいっぱい開いてるんです。カフェというか、形が好きすぎる。何の形でしょう体仕上がってる。総合やったら強そう。年末出れるか斉藤凛太郎さんって方が素晴らしいんです、はい、それに対してスタンドさんが、あんたもしかしておっさんだなって書いてるんですけど、斉藤凛太郎は絶対におっさんやろいや、おっさんってか分からん、お兄ちゃんかもしれんけど、はい、
わざわざ突っ込む意味はないやん、ね、意外と脇フェチの人も多くて、はい、こうなんか脇に喜んでる方っていうのも多いですね。飲めるぐらい汗かくやん。飲めるんか。服でサウナに入るカメラマンきつそう。開始2秒で高評価。すごいプロポーションだね。あ、でも本当いいことばっかりですね。これ無料でいいのかとか。はい。ナイスバディですね。せいやさん、面白そうな人でしたかって聞きます。うん、霜降りのせいやさん。はい、というわけで、今日はサウナ企画の動画に、コメント返信をしてみました。返事、皆さん、返ってきましたか？いや、でもなんか、結構ポジティブで、あんまりエチエチなかったっすね。エチエチもないし、悪いコメントもないですね。え、そんなキャラでしたっけ？なんか悪いコメントないっていうのは嬉しいですね。エチエチ本はなんか、エチエチのうちらのハードルが上がってるだけじゃない汗飲めるとか、何秒の脇がたまらんとか、まあエチエチなんですよ、実際多分。ああ、そうです、ね。もうなんかハードルがおかしになってるだけで。はい、でもあのサウナ企画こう皆さんのおかげで今のとこ好評で進んでるので、皆様のおかげでサウナに生きるので、これからもぜひサウナ動画上げていくのでチェックし続けてください。それではチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。バイバイ。